皆さんどうもこんにちは、山竹です。以前ですね、こちらの、えー、半年前ぐらいですね、こちらの財布の、あのー、開封動画といいますか、商品紹介の動画を出したと思うんですが、あのー、半年ぐらい使ってですね、あのー、ずっとこの中に定期とか入れてね、あのー、使ってたんですけど、正直これは、このサイズ結構毎回出すのめんどくさいんですよ、ポッケから。てか、よくまあ今までそれで我慢してきたなって感じしてるんですけど、 はい。今回はですね、まあ、今ので分かった人もいると思いますが、こちらのね、定期例を買いました。こちらもあのー、同じコーチの定期霊なんですが、今回ですね、以前のみたいにワンポイントがコーチ柄なんじゃなくても、完全に、完全にね、このコーチ柄の定期例を買ってみました。こちら結構でもデザインいいですね。あと、質感がすごくいいです。触り心地が。はい。で、中身がこんな感じですね。あ、商品名言ってないな。 あれって商品名の紙がどっか行っちゃった。よいしょ商品名がですね、こちらがですね、あの、シグネ、シグネチャーエンボスドバイフォードカードケースみたいな、そんな感じの名前でしたね。はい。で、こちら中身がこんな感じです。ここに、ここに2箇所と、ここに1箇所入れる場所があって、で、ここに2箇所。で、まあ、ここは多分大体学生証とか、 定期を入れるための場所なのかなって感じがしましたね。で、まあ、この辺にポイントカードとかね、入れて適当に持ち運べるのは便利なんじゃないかなと思って。そう、これにね、あんまりカードとか入れておくとね、なんか財布がパンパンになってめっちゃ不格好だったんですよ。これはいかんということでですね、今回、あのー、新しく、こちらのね、コーチの財布を買うことに、財布じゃないな、カードケースを買うことにしました。えー、っとね、まだこれも使ってないんで、どうなるかわかんないですが、 今のところ、あの、すごい外観といい中身といい、すごい気に入ってますね。はい。で、こちらの財布はもう半年使ったけど、何も文句ありません。普通にいい財布だなっていうイメージの財布でしたね。まあ、そんなところですね。はい。じゃこれからね、またちょっと買いたいものあるんで、またなんかありましたらね、あの、商品紹介という形で動画にしようとは思っていますので、またね。 見ていただけると嬉しいです。ということで今回はこの辺にしておきます。また次回の動画で会いましょう。